はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちら、 SH フィギュアーツ真骨調整法仮面ライダー響きです。はい、フィギュアーツの高級ラインの真骨調整法第2弾ですね。第1弾は兜で、これもとてつもないクオリティの商品だったんですけど、今回もブックレットにある通り、写真の時点でどう見てもテレビのスーツそのままですね。外箱はこのようになってて、すごい高級感がありますね。では早速レビューします。はい、中身はこうなってます。響き本体と真骨調整法のブックレット、それと付属品は手首パーツと音力棒、それとディスクアニマルと変身音叉音角、さらにエフェクトパーツです。ブックレットには真骨調整法のこだわりが詳しく書いてあって、ちょっとした写真集っぽくなってますね。では響き本体から、全体はこんな感じ。もうご覧の通り、説明するまでもなく完璧です。すごいですね。さすが真骨調整法。なんか兜の時もこれ以上にない出来を感じたんですけど、響きはさらにそれを超えてきたような気がします。まず全体の塗装は響き特有のマジョーラカラーではなくって、パープルのメタリックですね。ただ細かくいろんな場所にグラデーションがかかってて、カラーはとてつもなく綺麗ですね。はい、バストアップはこんな感じ。顔の色分けは細かいのは当たり前なんですけど、ちゃんと中心に向かって少し色が薄くなってて、まさに響きの顔ですよね。で、肩とか胸周りもちゃんと関節パーツが隠れてて、もう人間のシルエットなんですよ。いやーすごいなで、下半身の付け根とかもも周りも兜と比べてもより自然ですね。ただ兜は腰周りが太くって、このシルエットが良かったんですけど、響きは若干細いような気がします。で、膝下も造形とこのグラデーションがすごい綺麗ですし、足首のパーツも細かいですね。足裏はこうなってます。ダイキャストは使用されてなくて、プラスチックパーツです。可動は首周りが上下左右に動いて、腕の付け根も自由に動いて、肘と手首、さらに胸パーツと腰パーツが分割で稼働しますね。で、下半身はこのようにガバッと開きますし、前後にも動きますね。この関節デザインでこんなに動くんですね。で、膝と足首、前後と左右に動いて、さらにつま先。ベルト周りも音劇子のこの造形がすごい細かくって、さらにちょっとふんどしっぽいこの茶色い部分もレザーっぽく見えますよね。あと音劇子は爪を引っ掛けて引っ張れば、よっと、ちゃんと外れます。付属のパーツはいろんなパターンの手首パーツがついてて、オンリー棒は手に持つタイプと腰につけるタイプ。顔はちゃんと青になってて、色分けも細かいです。音角は2種類で、開いた状態と畳んだ状態です。これも小さいながらすごいですね。ディスクアニマルは腰につけるバージョンとカラーバージョン。さらに音劇棒用のエフェクトパーツ。いろんなものがついてますけど、個人的に鬼爪とか鬼火が好きなので、パーツがないのがちょっと残念ですね。ではパーツを取り付けましょう。まずはベルトのこの横のパーツを引っ張って、よっと。ここにディスクアニマルをセット。で、反対側もこのパーツを引っ張って、よっと。音角をセット。このようにパーツを外しても穴を埋めておけるんですね。そして手首パーツを外して、最近のアーツは手首の付け替えが簡単ですね。そして音劇棒を持たせれば、完成、仮面ライダー響きです。おーすごい。すごい。真骨調整法、すごいです。いやー、ブックレットに本物へのこだわりが書いてありましたけど、これ本物ですね。音劇棒を持たせて、腰周りにいろんなアイテムがつくと、完全に響きさんですよ、これ。稼働するおもちゃとは思えないぐらいの、この関節の継ぎ目のなさ。そしてプロポーション、なんか定価の5000円がお買い得に思えてきますね。はい、近づいてみるとこんな感じ。この筋肉質すごいですよ。後ろ姿もとてつもなくかっこいいですし、ここからさらにどんなポーズに動かしても劇中のスーツを自分の手で動かしているような気になりますね。ガバッと両手を広げても決まりますし、両手を寄せて太鼓を叩くポーズもできますね。で、またこの持ち手の手首パーツも完璧で、指が入ってますから本当に自然なんですよね。で、下半身はここまで曲がりますから、マカモに埋め込んだ音劇子を叩くようなポーズとか、大股を開いて
音撃打もいけますね。もうこんな感じで関節を動かせば、まさにマカモを倒す瞬間を再現できますね。いや、動く動く。そしてさらに、音撃棒のこの先を引っ張って、よっと、取り外すと、エフェクトパーツを付けられますから、これでまた一気に雰囲気が変えられますね。やっぱりエフェクトがつくと戦ってる感じになります。エフェクトはグリグリと向きを変えれますから、角度によってまたガラッと見た目が変わりますね。音撃棒は外しても腰に取り付けることはできませんから、それ用に別のパーツがついてます。これを後ろに付けることで音撃棒を収納できますね。で、さらに右手を例の手首に付け替えれば、シュのポーズもできます。響きといえば、このポーズですよね。鍛えてますからの言葉通り、真骨頂はかなりマッチョです。近づいてみても、ほんと完璧ですね。さらに、手首パーツを変えて、音楽を持たせれば、変身ポーズも取れますし、反対の手にディスクアニマルを持たせて、音楽で鳴らすシーンも再現できますね。すべてのパーツのスケールも完璧ですから、ほんとにテレビ通りですね。はい、ということで SH フィギュアーツ真骨頂製法仮面ライダー響きを紹介しました。真骨頂のコンセプト通り本物らしさが漂う完璧なアーツでしたね。第3弾がどのライダーかわからないんですけど、このシリーズは今後も楽しみですね。以上 SH フィギュアーツ真骨頂製法第2弾仮面ライダー響きの紹介でした。はい、チャンネル登録をすると最新の動画が見やすくなります。パソコンでご覧の方は画面のボタンをクリック、スマートフォン、タブレットでご覧の方は動画説明欄か画面の下のチャンネル登録ボタンからよろしくお願いします。